はい、こんにちは、まあやチャンネル前原です。はい、お待たせいたしました、はい、先日行ってまいりましたハワイのプレゼント企画始動でございますね。はい、はいはい、今回はですね、はい、いつもと応募方法が違いますので注意してくださいね。はい、これね、守ってくださいね。はい、あのね、じゃないと応募したと認められませんので注意してください。はい、じゃあ説明していきますね。はい、はい、今回はですね、 YouTube のコメント欄に、この欲しいものを書くんではありません。はい、はい、今回はですね、応募フォームを設けました。はい、そちらの方にですね、欲しい製品を入力して、はい、送信してください。はい、その応募フォームの URL はですね、はい、説明概要欄の方にリンクが貼ってありますので、そちらから行ってくださいね。はい、はい、今回ね、なんで応募フォームにしたかというと、 YouTube のね、コメント欄にコメントできないっていう方がですね、前いらっしゃいまして、はいはい、それでまあそういう方にも今回はちょっと応募していただきたいなと思って応募フォームにしました。はい、はい、で今回はお土産をですね、はい、5つ用意しておりますね。はい、5点あります。はい、で応募期間は2016年2月19日金曜日、本日の18時、この動画が公開された18時から2016年3月4日金曜日、2週間後だね、はい、の23時59分まで、はい、ということにします。2週間ありますね。はい、うん、で YouTube のコメント欄とか SNS のメッセージとか、はい、メールとかをいただいても、そちらは無効になりますので、はい、はい、一切受け付けません。はい、応募フォームだけ、はい、今回は受け付けたいと思いますね。はい、それで今回はですね、応募フォームに、ね、この5点どれかって選ぶ項目と、はい、あとペンネームを入れるところがあります。はい、それはですね、ペンネームにしてください。はい、ペンネームかユーザーネームか、はい、本名を入れないでください。はい、うん、なんでかっていうと、あの当選発表した時の動画で、その発表された方の名前を言いますので、はい、その時にね、本名出ちゃうとまずいでしょ。やばいね。そうそうそう、だからペンネームを入れてくださいね。はい、はい、で応募にあたってはメールアドレスか YouTube のアカウントか、はい、Twitter ID か Instagram ID、 これが必要になります。はい、はい、そのね、入力欄がありますので、そこに入力してください。はい、これをですね、入力しないと、もし当たっても連絡ができませんので、はい、必ず入れるようにしてくださいね。はい、Twitter と Instagram の場合は、あの、はい、DM ダイレクトメッセージのやり取りになるので、その場合はですね、当たった方は私フォローさせていただきますので、はい、それで、直接やり取りさせてください。はい、で当選された方は、私にですね、住所、氏名、電話番号を教えていただく必要がありますので、それを分かった上で応募してくださいね。はい、というのはですね、前回のフロリダ旅行のお土産、はい、3名の方がですね、なんと当たったのにご連絡いただけませんでした。はい、この際だからちょっとね、言わせていただきますけれども、その方、3名の方、今回無効とさせていただきますので、はい、はい、1年間ね、実はここに置いてあるんだけど、うん、ね、いつか連絡来たらね、ちょっと送ってあげようかなと思って置いてあるんだけど、未だに来ませんので、その方たち申し訳ございません。これで無効になりました。はい。で、今回の、当選された方もですね、はい、もう私からご連絡はするんですけども、はい、1ヶ月間、連絡がない場合は無効とさせていただきますので、はい。はい、ということは、その場合はこれ私らのおもちゃになっちゃいますので、はい、ちゃんと当たった方は連絡返してくださいね。はい、はい、前回もったいなかった、本当に。はい、ねえ、うん、ちょっとショックだったよ、パパも。うんうん、それでですね、応募は原則ですね、はい、1人1回とさせてくださいね。はい、まあただこれはね、正直わかんないんだけど、ペンネームで書かれちゃうとね、はい、同じ人特製するのもまず難しいので、まあ、とりあえずまあ原則1人1回とさせてください。はい、あとですね、当選された方にはですね、はい、所属事務所のウームからですね、発送させていただきますので、はい、私からは来ないので、はい、そこのところもちゃんとご理解くださいね。はい、お土産買ってきたんですけども、はい、スーツケースに入れてきたので、はい、ちょっとね、箱がちょっと歪んでたりします。はいはい、でそこもご了承いただいて応募してください。はい、それからですね、これを送る際にも、ちょっともしかしたらへっこんじゃったりね、はい、箱が破れちゃったりするかもしれないですけども、はい、そちらもですね、ちょっとあらかじめ、ご了承いただければなと思いますね。はい、はい、ちなみに応募フォームはこのような感じになってますね。はい、iPad とかパソコンとかスマートフォンでもアクセスできます。はい、Google のフォーム使ってますんでね。はい、はい、それで、フォームこのような感じになってまして、はい、ここにですね、今回のプレゼント5個ありますので、はい、選んでください。例えばね、今妖怪ウォッチ海外版選択しましたね。はい、次へボタンをタップしてください。はい、そうするとですね、ここにペンネーム入力する欄がありますので、ここにペンネーム入れてくださいね。
本名を入れないでください。はい。で、下にですね、ここにアカウントがあります。はい。メールアドレスで応募する方はメールアドレスにチェック入れて、で下にメールアドレスを入れてください。はい。YouTube ID の方は YouTube ID チェックして、ここに YouTube ID のだけね、入れてください。はい。はい、Twitter も同様ですね、Twitter ID を選択して、ここに ID。Instagram を選択して、下に ID を入れてください。はい。はい、で今仮にですねペンネームまえチャンネルってして、はい、ツイッター ID 選んで ID を入力しました。これでまた次へボタンを押します、はい、で最後にですね、はい、ここにまえチャンネルの日頃の感想を入れてください。はい、はい、今入れましたね。うほほいって入れました。はい、それで送信ボタンを押してください。はい、これで応募は完了しますね。はい、はい、それでプレゼントの当選はですね3月7日以降の動画でお知らせしたいと思いますね。はい、それではですねようやくなんですけれども、はい、今回のお土産を一つずつ紹介していきましょう。はい、はい、ようやくだね。ま、そうだね、はい、まず1点目こちらですね、はい、海外版妖怪ウォッチでございます、はい、これはですねハワイで開封しましたね、うちらもね。はい、はい、その動画をですねご覧になっていただければどんな音声がなるのかわかるかと思いますね。はい、はい、これすごい楽しいよね、うん、面白いですね、はい、面白い、すごい面白い。2つ目はこちらですね、はい、レゴマインクラフトのザ・ケイブでございますね。はい、結構ねアメリカのおもちゃ屋さんはレゴマインクラフトいっぱい置いてありましたね。はい、うん、レゴショップにもこれありまして、こちらはレゴショップで買ってきたものですね。うん、結構ここら辺潰れちゃってるけど、ちょっとねちょっとこれはね箱が潰れちゃってますね。はい、日本ではレゴマインクラフトなかなか入手しにくいので今回ね、はい、プレゼントとして買ってきました。はい、はい、はい、3つ目はこちらですね、はい、スターウォーズのホットホイールズダイキャストというやつですね。それのミレニアムファルコンです。はい、日本に帰ってきてね最初の動画出しまして、このポーのエクスティムファイター紹介しましたね。はい、はい、で4つ目は、機関車トーマスの、ミニズですね。はい、それの8個セットです。はい、これは全く同じものを買ってきましたので、はい、ちょっと間違えちゃったこのね、メタリックエドワードが入っておりますね。はい、はい、そして最後にこちらがスターウォーズのヒーローマスターズケイナンジャラスだね。はい、はい、これは一つしかないんですけども、はい、まあ並行輸入品とかで手に入れていただいて組み替えて遊ぶことはできるかと思います。はい、はいはい、ということでですね今回はこの、5つの商品をそれぞれ1名様にですねプレゼントしたいと思いますね。はい、先ほどもお話しました通り、はい、説明概要欄の方にある応募フォームからどれが欲しいかっていうのを入れてください。はい、あとですね応募フォームの最後の方に、はい、日頃のね動画の感想をね入れていただく項目もありますので、はい、入れていただかなくても、はい、応募はできますので、はい、まあ、できればでもね入れていただけると嬉しいなと、はい、日頃どんな風に思ってるのかなと皆さん、はい、当選された方のコメントはですね多分紹介すると思いますので、はい、はい、その点も踏まえてコメント書いていただけると大変嬉しいですね。はい、はい、エイシン君のおすすめはどれですか。ちょっと迷うな。迷う？うん、パパはちょっとこの妖怪ウォッチかな、海外版の。はあ、面白いサウンドだしこれもいいかと思うけど、うん、えちゃん違う、うん、でもこれもいいしこっちもいいしどっちか迷っちゃうんだよ。ああ、スターウォーズ系がいいですか、エイシン君は、うん、なるほどね。はい、はい、ということで今回はハワイで購入してきました、はい、お土産5点の、はい、プレゼント企画の動画でございました。はい、はい、ということで今日の動画はですねもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、楽しかったなとは思わないね今回の動画はね、うん、ちょっと説明が長ったらしくてすいませんでした。はい、応募フォームからしか受け付けませんので十分注意してください。はい、はい、あとついでにですね、はい、チャンネル登録をしていただくとですね、はい、YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネル出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてですねこの動画に対するコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ただ応募はしないでくださいコメントで、ね、はい、それとですねマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでそちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということでたくさんのご応募お待ちしております。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。